はメイン大ゴケそれ以下はしょうもないですね。やっぱ流星が最近他団体に対抗戦も匂わせてたんで、まあ注目度はあったじゃないですかのに、どっから連れてきたのっていう中国人に倒されるっていう、もうそこで大ゴケっすよね。もうお前勝負のないぞっていう感じですね。流星選手の試合は展開としてどう思ってました、はい、1ラウンド目でもう流星見切ってて、正直な話ですけど、やっぱ強いなと思ったらまさかのダウン。いやちょっと僕的にはすっきりしましたね。僕は客席で見てたんですけど、もう俺一人、ほんと一人ですよ。もう本当に周り誰も知らない中で一人で、もうスタンディングオベーション、よっしゃーって言って、立ち上がって上野君見て、マジで気持ちよくて、あの瞬間、もう立ってくんねやと思って、まあ、でもさすがにあそこ立ったのは、変な話、涙電子なら倒れて、穴も出てたんですけど、まあ、あの一斉とか、まあ、あの一斉とか。他のそのやつだったら寝てたんですよ。本当に一斉が結構寝るじゃないですか。一斉が結構寝るじゃないですか。